Great Zimbabwe is a ruined city in the southern eastern hills of Zimbabwe, near Lake Mutirikwe, and the town of Masvingo. It was the capital of the Kingdom Zimbabwe during the country's late Iron Age. Construction of the monument by ancestors of the Shona people began in the 11th century and continued until the 15th century. スパニングエンレ722アート、グレート・ジンバブエは、鉄器時代後期、11世紀から17世紀にかけて建設されたと言われています。広さは、 ヘクタールに及び最盛期には1万8千人もの人々が住んでいたと言われています中世においては最も重要な文明の一つであったとも言われていますこの地を最初に訪れたドイツの地質学者のマークはグレートジンバブイを見てこう思ったそうです「こんな文明がアフリカにあるはずがない」「モリア山のソロモン神殿のコピーではないか」 あるいはソロモン神殿を訪れた時バの女王が住んだことのある宮殿を真似て作ったものではないかとグレートジンバブエには文明化した白人国家があったに違いないとも述べていますその一角に The Great Enclosure つまり大きな囲い込みと呼ばれる奇妙な建物があります高さ6メートル前後の塀で囲まれた言うなれば現在の 刑務所そっくりの建物です。私はそのグレートエンクロージャーは古代からそこにあった人間奴隷を閉じ込めておくための檻ではなかったかと考えています。もちろん物的証拠があるわけではありません。それに古代といっても時代がかけ離れすぎています。私が古代というのはゼカリア失神説によれば今から40万年近くも前のことです。 今から40万年前に、出鎮の表した地球年代記によれば、アヌオウとエンディルが地球にやってきて、現在の南アフリカで金鉱脈を採掘したというのです。11世紀と40万年、その差は40万年。普通なら、この両者を結びつけて考える方がおかしいですね。よくわかっています。が、そのとてつもない年代の差を除けば、 シッチンが説く超古代文明とグレートジンバブエはいくつかの点でつながりがあるのがわかります。というか、そのグレートジンバブエを除いてしまうと、この辺りのアフリカでは超古代文明と現在をつなげるものが何もなくなってしまいます。今のところ他に目星遺跡がこの辺りにはないということです。まさに小さな小さな手がかりですが、 糸に例えるなら、どうしようもないほど細い糸です。何しろ、40万年前と11世紀です。で、今日はこのビデオの中でその糸を手繰りながら、グレートジンバベについての謎を考えてみます。広島市、浜松市ジャパン。では、画面を見ながら説明します。ゼカレアシチンです。 まあ現在ですね、アカデミックササイエイティの中では、ゼカリアシッチン説はですね、エセ科学、あるいはエセ歴史として、まあ、位置づけられています。まともな学者の先生たちは相手にしない。つまり、シッチン説は完璧に無視されているということですね。が、そのシッチンはですね、こんな地球年代記を表しています。 まあそれによりますと今から40万年ほど前にですねアヌがエンリルとともに地球に到着したとそしてアフリカで金鉱脈を見つけて金の採掘を始めたというわけですこ,のここに出てきましたアラル王というのはネビルで、まあ、アヌ王に追われた王族ということになりますで鉱石がアフリカから到着したというようにですねアフリカという言葉がたびたび出てきます そして、まあ、エンジンのメスを使い、ですね、塩期は遺伝子工学を使って原始的な労働者を作ったと、まあ、このような記述になっていますで。南アフリカ方面でですね、鉱脈がどうなっているかということを調べてみました。こうした鉱脈が、まあね、40万年前からあったかどうかは別として、大、ま、体、あ、いい鉱脈、あるいは 救出中の、まあ、鉱脈、それから開発中の鉱脈といろいろありますけれども、大体この南アフリカのです、ねえー、北東部になんて言いますか、集まっていることがわかります。で、同じような場所をグーグル上で丸をつけてみました、この辺りなんですね。そしてこの辺りで、めぼしい遺跡といいますと、グレート・ジンバブエしか、今のところですよ、今のところそれしかないということになります。 ですから最初に申し上げましたように、細い、細い糸かもしれませんけれども、40万年前と現在をつなぐのは、ですね、このグレートジンバブエしかないということで、このグレートジンバブエに焦点を当ててみました。まあ、こうしたケースといいますかね、あの古い遺跡の上に新しい都市が作られるということは、しばしば今までも、今までにも私は経験してきました。ですから、まあ、何らかの形でね、まあ、そうした場所が選ばれて、 11世紀にグレートジンバベの人が築かれたというふうにも考えられなくもないんですね。こうしてライン理論で考えましても、これがティオティワカンと種、そから西極点をつ,をつなげた線です。それから、この線がですね、えー、ブライス・インタグリオスと、えー、サーペント・マウンドをつないできた、まあ、延長線ですね。そして、この線がギザと南極をつないだ線です。大体いいこうした数様なですね、ラインが、このグレートジンバベ 周辺に集まるとということですだからといって、グレートジンバブエにそういった意味があるかどうかということは、これは別問題ですけども、ライン理論で考えても無視できる位置ではないということですね。で、この特にモヘンジュタロとフェルヌックパンをつなぎますと、えー、このグレートジンバブエへ行きます。で、フェルヌックパンの中には、 マッチュピツ、それからクスコをつなぐ線もありますし、テオティー・ラカンの方向を正確に示す線もあります。それから北緯、ますかオフェンスは何位、30.000にあるということも大変気になります。で、グレート・ジンバブエの、まあ、話に戻りますけども、これが私がいわゆる、まあえー、今残っている、ね、あの写真から復元してみたグレート・ジンバブエの様子です。手前下、右下の方が、ね、破,壊さ破壊が激しいようです。 でもう一度このライン色を見ていただきたいんですけども、ギザと南極をつないだ戦場にほぼあるということですね。ですから、大変意味のある場所ではないかと私は考えています。で、ここなんですけども、皆さんをグレートジンバブエへ案内しますで。全体が小高い丘になっているような感じですね。そして広大な地域にまたがっている、まあ、大きな遺跡だということですね。ですから、まあ、あのいわゆるまあこういうことなんですね。 で、この円形、なんて言いますか、あの、遺跡っていうのはですね、例えば、ギリシャのパルテノン神殿ですね、とかに、まあそういった形のものは残っています。ですから、まあこれがですね、えー、まあどうしてこの円,円形って言いますかね、いわゆる楕円形ですね、楕円形の遺跡というものはここにあるかということは、まあ、これ謎なんですね。これ今、今のグレートエンクロージャーの方です。あの、いわゆるグレートジンバブエの中の一角にありますグレートエンクロージャーです。私はこれをですね、 まあ、なりますか人間を閉じ込めておくための檻というふうに考えました。まあ、作りがいかにもという、まあ、作りなんですねで。塀だけで窓がない。小さなドアらしきものは2か所ありますけどもね。それと大きな入り口が1か所ありますけども、それは大きく破壊されています。このように、ですね、この細い通路がそうですけども、やっと人一人,人がですねあの、通れるぐらいの広さしかないんですよね。こ、まあ、こういったところで人間を閉じ込め、まあ 私のこれはまだ空想の段階ですけども、いわゆる人間選別をこの中でしていたんじゃないかと思います。で左右下がですね、これが、あのいわゆるまあ現在の刑務所ですよね。で刑務所づくりです。で刑務所づくりと、このいわゆるグレートエンクロージャーがですね大変よく似てる。イコール、だから上の,上の、左上の建物がですね、刑務所というふうには考えられないかもしれませんけども、そうでないともまたこれ言えないわけですね。 まあ、作り方が大変よく似てるということです。でこれはまあ上空から見て、左上の方がです、ね、大きな入り口ですけれども、破壊が進んでいます。でこの部分の、まあ、中心において、それぞれの場所をこうして、まあ、写真を貼り合わせてみました、えー。左下の方に小さなドアらしきもの見えますね、あの写真の中に。 ああしたドアが2箇所あるんですよね。で、まあ中にはこの祭壇のようなものもあり、そして、まあその焼却,炉焼却炉のようなものがあり、中でまあ何かが燃やされた跡が残っているということだそうです。ですから、まあこれをどう、この建物をどう理解するかですけども、私は人間の檻。 というふうに考えていきます。もっと言いますと、人間奴隷を閉じ込めておくための檻ではなかったかというふうに考えています。まあ、このようにですね、人間の奴隷たちを入れてですね、まあ、これはあくまでも私の想像ですけどもね、人間の奴隷たちを入れて、そして選別して、まあ、何らかの形で何かをしたということになります。これがグレートエンクロージャーですで。それについてこのような説明がなされています。大円神殿が、建物が大円神殿と呼ばれる建物があると。 で高さが9メートルの塔もあると、で外壁の基底部の厚さが6メートルに達すると、まあ、結構大きなもんですよね、厚さが6メートルに達すると、でフェルヌクパンの話をちょ,ちょっとしておきたいと思いますけども、南アフリカこのフェルヌクパンとモヘンジョダルをつないだ今赤い線で示す,ですこの直線上に、えー、グレート ジンバーベがありますけどもこのフェルヌクパンというのは大変微妙な位置になりましてねあの、いわゆるマチュピツ、それからクスコを通ってきたラインがここにあります。で、フェルヌクパンの中にはそちらの方向を示す直線もあります。それからテオ和ワカンを示す直線もあります。で、なぜもう一つこの理由としてですね、グレートジンバーベンが意味があるかと言いますと、全世界で,です、ね、このような手形が見つかっているわけですね。で、この世界中に、まあ、洞窟でこうした手形が見つかっています。 でこの手形のある場所をです、ね、線でつないでみますと大変興味深いことが分かります。まあ、こうした手形ですね。これ、あの平均画って言いますけれども、実際には人間が簡単に届かない天井画の方が多いんですよ。で、この手形について調べてみます。これはまあ以前、ね、この手形のところで、手形って言いますか動画の中で示しましたけれども、この手形ですね。これはタイのパーティムですよね。 みんな同じように、一回下を塗,塗って、その上に手を置いて、そしてスプレー状のものでパッと吹っかけて描いたのがこの絵なんです。それがですね、世界中に見つかっているということですよね。アルゼンチンでもフランスでもですね、そして最近はロシアでも見つかっています。全く同じ作り方なんですよ。描き方なんですよ。まあ、こうした絵が世界中で見つかってますけども、これはクワテットで見つかった手形です。 まあこんなジャングルの奥のね、奥の方にあったということですね。これが天井画ですよね。みさん、みんながですね、調査団の人たちが天井の方を指さして、あそこだ、あそこだと言っている動画が手に入りました。それからこれはラスコーですね、フランス。それからスペインにもあります。そしてアルゼンチンにもあります。これはクアベデラ・マルスですね。それからオーストラリアのマルカ・マルカ洞窟もあります。それからこの辺がインドネシア、マレーシアと続くわけですね。 そして、パーティム、タイのパーティムと続きます。そして、こうして線で繋いでみました。そして、今、あの、ご覧いただきました手形の位置をですね、ずっとこう、地球上に書いて、そして移動していますと、ちょうどこの地球のですね、一周のところに色がずっとつながっているのわかりますねそして、これは3000年前の丸かというふうに、こう、それぞれの位置を皆さんに今示しています。この線がですね、この位置から見て、地球を取り囲むように見えるということは、 ある一点から中心においてほぼ遠距離にあるということですね。で、計算してみましたら、マダガスカルとアフリカのちょうど間あたりのから半径が9000から9500キロの位置になることが分かりました。なあち、古代のこの手形はですね、この位置に並んでいるということですね。これは林博士が発見したことですよ、えー。そして、まあ、太古の昔ですね、何らかのつながりを持った まあ、エイリアンですよね。人間ではありませんが、こうして、まあ、地球をやってきて、そして、えー、壁画として残していったというふうに考えられます。で、この位置がですね、ちょうど中心のところを見ていただきたいんですけども、これが、えー、最後までから述べてます、グレートジンバブエの地と、まあ、ほぼ近いと言いますか、何でしろね、4万年という月が流れてますから、それこそ本当に今度は、 大陸移動説を考慮に入れなければならないこともあります。まこれがグレートジンバブエの様子ですけど、もう一度見てください。これは何かということですね。まあ、グレートのエンクロージャ、グレートエンクロージャですね。ごめんなさい。そして全体がグレートジンバブエです。 で、もう一つですね、興味深いことを、ちょっと皆さんに、これは私は前から気になっているんですけどもね、人間が掘ったのか掘ったないのかということを考えているわけです。ここにビッグホールと呼ばれる、まあ、あの、もともとはダイヤモンド採掘場であった場所です。これがビッグホールと呼ばれている場所なんですけどもね、これが、あの、人間が掘った、まあ、えー、炭鉱だというふうに言われて炭鉱と言いますかね、ダイヤモンド鉱山だと言われています。現在はもう廃鉱になっています。 で、キンバリーにあります。で、手リり鉱山としては世界では最大のものだと言われています。これ、手リりで作ったっていうんですよね、皆さん。で、まあ、あの、どうやって掘ったかですけども、トンネルがありますからね、いわゆる別のところからトンネルで入っていって、掘ったというふうに考えられるんです。右下がこれ露天、普通の露天掘りなんですよね。いわゆるぐるぐるぐる回りながら、坂を降りながら掘っていったとっいうのが、あの普通の露天掘りなんですけども、その露天掘りとも全く違った様子なんですね。で、まあ、こうした 鉱山があったということです。で、これは、あの、えー、植民地の時代にですね、まあ、人間が掘ったというふうに説明されているようですけどもね、本当にこんなもの人間が掘ったんだろうかというふうに私は考えているわけです。まあ、絶壁すみますからね、恐ろしいですわね、こんなところで掘る、まあ掘る、掘るというか、まあ、それは、あの、いろんなふうに考えられますけども、そして、 まあ、それぞれの場所をこう、称号してみたんですけども、今、下のようなトンネルも見つかっているわけですね。まあ、私は直接見たわけではないので分かりませんけれども、多分ですよ。この下の、まあ、採掘場行くには、このトンネルを通って、先ほどの地下の方へ近づく前、まあ、現在はね、水が溜まってますけど、そこへ行ったんじゃないかなと思いますね。まあ、そうした、その、 様子が描かれているということで、すねとということで、まあ、あの続くビデオ、フェルックパンの謎ですけども、よろしかったらご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m a m a City, Japan.What is f e n i g Pan for Humans?Mysteries going on in f e n i g Pan. We have to be careful not to go so far into the world of fantasy but at the same time we have to be careful not to go either so far into the deep skepticism ferdinand is one of them line theory 南極です蝶中和感ですフェルパンに線を引いてみます その間の角度は正確に120.00です その難易30.000 30. のところにフェルヌクパンがあります。ここがフェルヌクパンです。ナスカ理論で従ってフェルヌクパンに空の線を引いてみます。フェルヌクパンからの滑走路はありますが、線が入り組んでいます。 緯度経度はここにしらあの書いておきます。で、フェルヌクパンにはですね、ティオーティーワカンからの線があります。この黄色い線がティオーティーワカンから引いてきた線です。まあ、ティオーティーワカンと大きく関係しているということですね。で、フェルヌクパンに皆さんを 案内いたします。南アフリカのフェヌクパンです。このフェヌクパンの特徴はですね、何百という渦巻き、螺旋模様が描かれているということ、そして、まあ人間技ではない直線が無数に描かれているということです。この螺旋模様は、まあ、2006年、 前後以降に書かれたものだと言われています近くの農場の農夫がですね不水、考えのためにまあ作った畝だと言われていますしかしおかしな点はいくらたくさんあるんですね水を入れるならば道路沿いでないとタンク車からですね水を入れることもできませんしこの方法では まあ、保水は無理だそうです。テキサス在住の農場士のビリーさんという方が教えてくださいました。で、これがそのうねなんですけども、いわゆる現在ゴロゴロあの、フェルクパンの写真、Google 上で公開されている写真です。が、やはり謎は続くんですね。で、Google グ Earth 上のタイムトンネルを使って、 過去の写真と比較してみます。この黒い点々は石でも石のようにも見えますしまた植物のようにも見えますいわゆる考えに使ったにしてはですねその後、まあ、農作物が,が作られたという形跡はないんですねそしてこの螺旋の模様の大きいのになりますと250メートル以上ありますから 水を流したところでぐるぐる回って水が流れていくはずもないんですね。まあ、傾斜地であれば坂を下っていくこともできますが、登ることはできません。で、この畝をもう一度比較してみたいと思うんですけども、左がフェルクパンの畝です。で、まあ、いろいろな写真を集めてみました。で、比較してみま 見るとお分かりのように何かおかしいんですね。本当にねなのか、あるいは保水用の溝なのか、それとも給水用の溝なのか、謎が深まります。で、フェルク・パンに私はこんなエイリアンの顔を見つけました。この辺りには、まあ、10個前後の前後の 抽象的なこうした絵が描かれています。オウム、犬、コウモリ、ネズミなどが描かれています。その中の一つがこの絵です。で、この幅が96メートルあります。結構大きいんですね。そして、その顔の周りを細い線が取り囲んでいることに注意してください。自然にできたものとは思われませんね。そしてこれが青森県の石神様です。青森空港の近くにあります。 顔が似ている。まあ、目の中にまた目があるといった感じですね。左がハンプシャー州に現れたクロップサークルです。右がガンダーラの仏像です。ブッダということになってますけども、目の中に目があります。奇妙な位置点が見られます。謎は続きます。 これはギザでです。す。す。下がが南極ですモヘンジョダロがありますフェヌクパンがあります。そしてその交点のところにグレートジンバブエがあります。人間を閉じ込めておくための収容所であったと私は判断しています。さらにフェヌクパンとマチュピツをつないでみます。 これがマチュピッツ,ツですね。ここも人間収容所であったと私は判断しています。まあ、つまり、奴隷を集めて、そして南アフリカへ送ったわけですね。その直線上にクスコがあり、オランティー田んぼがあります。まっすぐ上行きますと、北極ですけども、間の角度は120.0にすなわち120.00なんですね。この黄色い直線上に、インカの 重たったっ遺跡が並んでいますそしてその直線クスコからマチュピツクスコからの直線がフェヌックパーにはありますしかし、まあまあ、何十本という線でその線が隠されているあるいはカモフラージュされていますこの辺りに視点を落として90度左に回してみますとこうした直線が,でがこの直線が クスコマチュピマチュピツを方向を示しているということです。この辺りはかなり起伏のあるでこぼこしたところなんですけども、正確に直線が引かれています。トラクターで引いたのかなと思ったんですけども、この幅、赤い線が見えますか、3.74メートルあります。もう超大型のトラクターでも出ないと、こうした線は引けないんですね。しかも、10年以上にわたって、まあ、少なくともですよ、残っているということなんですね。 謎が続きます。ゼカリア・シッチンは次のように述べています。つまりですね、まあ、エイリアンたちはこの地球へ、まあ、鉱物資源を求めてやってきたと。しかし、奴隷の判断が起きたために、まあ、みんな殺してしまったと。その代わり、地球にいた、まあ、原人たちをですね、改良して奴隷に使ったということなんですね。その、まあ、他にもいろんなこと書いてありますが、 どうぞご覧ください。 私たちはその子孫ということになるのでしょうか ?Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!